はい、向かいのくら寿司からの撮影です。結構屋根できてんの分かりますよね。こいのぼりなんか。ね、こいのぼり。もう6月なんですけどね。はい、どうも皆さんこんにちは、コンボイです。でコロナも緊急事態宣言解かれて、まだちょっとね、北九州市と東京の方ではちょっと感染が増えてるようなんですけれども、ちょっとマスクをして、散歩がてら、また緊張感出てない、ヤンマスタジアムの長いところに来ています。今日はね、今建設の桜スタジアムの様子なんかをお伝えしたいと思います。まあね、マスクとね、グラさんと帽子で見るからに不審者なんで、今日長居で何か事件が起こると間違いなく容疑者として疑われる家たちですが、取材してまいりたいと思います。では今日もよろしくお願いします。ここ近くで見るとね、緊張スタジアム、桜スタジアムに生まれ変わりますけれども、結構重厚な作りですよね。まあヤンマーと比べるとね、さすがにあれですけど、結構立派な建物ですよこれね。はい、こっち側通路があるんですけれども、入れるのかな、入れなさそうなこの柵。うん、絶対入られへんな。な、関係者以外ね、立ち入り禁止。うん、関係者じゃないので入れません。工事 してますね。南ゲートです。メインビジョンっていうのかな、あのビジョンは特に緊張自体と変わってない感じですね。はい、こちら試合の時はなんかチャンバラだったりイベントしてるとこなんですけれども、そこの柵越しに今工事中の様子を撮ってます。反対側、バックグラウンドかなの屋根がちらほらできてますね。はい、北ゲートなんですけど、どうなってるのかな、取れてるかな。今自撮り棒を思いっきり伸ばしてますけども、ちょっとモニター囲んできてないんで、取れてるかどうかわかんないんですけど、どうですか、映ってますかね。こんな感じです。さあ、北ゲート、まあ、こういう状態ですね、工事中。取れてるんかな。肉眼で上見る限りは、メイン、こっちメインですよね、メインの方の屋根は出来上がってますね。はい、かなり近づいてきましたね。だいぶすごいですね、だいぶできてますね。屋根もちらほら、あと1つ2つ3つ4つぐらいで完成かな。着々と工事が進んでますね。お、すごいすごいすごい、思ったより進んでる。ちょっと拡大してみようかな、どこが寄れるんだろう。屋根にクローズアップ、屋根
の、なんて言うんだろう、板っていうか、あれも貼られてないですね。透明金具なの、え、鉄かな、なんだろう。緊張の時と変わらなければこっちがメインスタンドになるはずですね。うん、なんか勾配も変えられてんのかな。結構思ったより大掛かりですね。お、これ結構レアかも。建築計画のお知らせがありましたね。建築主松一郎市長なんですね。桜スタジアム、こんな感じ。西側立体図、北側立体図、立面図、南側立体図。今しか見れないもんですね。はい、JR 鶴岡駅に移動してまいりました。まあ、一番よく見えるのはね、阪和線の線路からだと思うので、ちょっと一駅電車乗ってみようかなと思います。あ、パネルとかもありますね。セレッソ一色の駅です。いい駅ですね。いい駅だ。はい、構内入ってきましたけど、結構セレッソしてますね。いつもね、自転車でスタジアムに来てるんで。ロビーでかいな。おお、すごいな。天皇杯。おお、天皇杯優勝。すごいですね。手すりもね、ちゃんとピンクで。セレッソを応援してるって感じがしますね。いい駅です。はい、鶴岡駅構内に来ました。ここからね、目を横に向けると、桜スタジアムが見えますね。完成するともう本当に駅から、すぐそこのスタジアム。Jリーグでも一番近い、駅から近いスタジアムになるんじゃないでしょうか。はい、地下鉄 JR 長井駅からヤンマースタジアムに向かっています。ちょっと向かう前にはね、途中こうやってお寺もあったりするんですよね。意外でしょう。長井駅からもね、結構アクセス良くて、はい、もうこの辺テンション上がるポイントですね。うん、まあ、いつも自転車で来てるんでね、なかなかですけど、お、
かなかいい散歩ですね。長井の近くに住んでてよかった。試合開催中はもうこの辺ね、もうサポーターでごった返してますし、あの辺かな、あの辺にもうね、グッズ売り場とかがあったりしたりして、ねえ、まあスタジアム長いにもうすぐ到着でございます。ちなみにね、あちらに照明立ってるの見えますかね、あれね、今ヤンマーフィールド長いってなってますけど、昔あそこで J リーグ開催してたんですよ。福田にゴール決められたのをね覚えてます。かなり昔ですけどね。はい、到着です。はい、というわけで不審者ルックでお届けいたしました、桜スタジアムをはじめ長井散歩第2弾でございました。はい、ちょっとねどう編集しようかなと思いつつ考えます。はい、それでは本日もご視聴いただきましてありがとうございました。